進化しすぎた新型ロードスターがついにマツダから登場します。新型ロードスターの魅力とは一体何なのか、その秘密を一緒に見ていきましょう。歴史に名を刻むロードスターの全貌と進化の軌跡を追いながら、最新モデルの特徴と価格に迫ります。動画が良ければいいねで応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。ロードスターとは、ロードスターの魅力を語る上でまず触れなければならないのは、その誕生の背景にあるマツダの挑戦です。1989年、マツダは世界の自動車業界に1台の車を送り出します。それがロードスターのデビューでした。この時点でマツダはただ自動車を作るのではなく、運転の楽しさや車との一体感を重視したスポーツカーを目指していました。この思想は後に人馬一体という表現で象徴されるようになります。これは運転手と車が一体化することを意味し、車を単なる道具ではなくパートナーとして楽しむ文化を作り上げたことを表しています。ロードスターは軽量でバランスのいい設計を通じて、運転の楽しみを新たなレベルに引き上げました。オープントップで風を切る運転は、日常から離れた特別な体験をもたらし、マツダの走る喜びを体現しています。これがロードスターがただの車ではなく、ライフスタイルを豊かにするものとして長年愛されている理由です。その魅力は発売から数十年経った今でも変わりません。初代から現行モデルに至るまで、ロードスターは最新技術と魅力的なデザインで進化し続けています。フロントエンジン、リアドライブのレイアウトにこだわり、操縦性と運転の楽しさを追求。軽量化技術によって環境にも優しく、動きも鋭い車を実現しています。マツダのこのような努力がロードスターを世界で最も多く生産された2人乗り小型オープンスポーツカーの称号に導いたと言えるでしょう。マツダが進化版ロードスターを発売。マツダからロードスターの進化版が発表されました。このニュースは通常のモデルアップデートをはるかに超える内容で、いかにマツダがこの伝統的な車種に力を入れているかを物語っています。2024年の大幅改良版では、最新の安全規制に適合するだけでなく、走りの楽しさをさらに高める多数の技術が導入されました。先進安全技術の面では、マツダレーダークルーズコントロールMRCC やスマートブレーキサポート、後退時検知機能 SBS-RC が新たに採用され、安全性を高めながらも運転の楽しさを損なわない設計がされています。さらにマツダコネクトの進化により、運転支援システムはさらに洗練され、ドライバーにとって最高のパートナーとなることでしょう。デザインの面では、エクステリアが大幅にリニューアルされました。新しいデイタイムランニングランプによって、より力強くダイナミックな印象を与えることに成功しています。テールランプのデザインも一新され、ロードスターのスポーティーな姿勢をさらに際立たせています。インテリアでは 8.8 インチのセンターディスプレイの採用により、情報の視認性と操作性が向上。新たな内装色との組み合わせもドライバーに新鮮な驚きと満足感を与えます。走行性能においては、マツダの技術者たちは新たなアプローチを取り入れました。新開発のアシンメトリックリミテッドスリップディファレンシャル、アシンメトリック LSD により、加速・減速時の車の挙動をより安定させ、これまでにないスムーズでリニアな走りを実現しています。電動パワーステアリングやエンジンパフォーマンスの最適化も進められ、ロードスター特有の軽快な運転感覚がさらに磨き上げられました。MT 車向けには、サーキット走行を想定した新たなダイナミックスタビリティコントロール DSC のモード、 DSC トラックが追加され、モータースポーツの楽しみを追求するドライバーにも配慮されています。何が進化したのか。マツダの新型ロードスターが進化しすぎと話題を呼んでいる理由を深掘りすると、その進化の全貌が明らかになります。この進化はただのアップデートではなく、マツダがスポーツカーの魂をさらに磨き上げるために技術と情熱を注ぎ込んだ結果です。過去最大規模の改良が施された新型ロードスターの走り、デザイン、
安全性はいかなるものなのか見ていきましょう。走りの面で特に注目すべきはアシンメトリック LSD の導入です。これはロードスターの走行性能に革命をもたらした技術であり、加速時と減速時で異なる制限力を発揮することによりタイヤの接地荷重の変化に柔軟に対応します。これによりドライバーが意図する通りの滑らかな旋回が可能となり、特に減速時の旋回安定性が目に見えて向上しました。また電動パワーステアリングの改良により、より軽やかでありながら正確なステアリングフィールを実現。ドライバーの操舵意図がダイレクトに伝わり、ロードスターとの一体感を深めます。またデザインにおいてもロードスターは大きな進化を遂げました。ヘッドランプとリアコンビネーションランプのデザイン変更により、より洗練された外観となり、スポーツカーらしいスピード感と躍動感が感じられるでしょう。新たに導入されたエアログレーメタリックのボディカラーは、その独特の光沢と陰影がロードスターの曲線美を一層引き立てます。ホイールデザインの変更は機能美と軽快さを兼ね備え、ロードスターの運動性能の高さを視覚的にも表現しています。そして安全性の向上も見逃せません。マツダレーダークルーズコントロール MRCC は前方の車両との距離をレーダーで検知し、その距離を維持しながら自動的に速度を調整するシステムです。スマートブレーキサポート SBS は前方の車両や障害物をレーダーやカメラで検知し、衝突の危険があると判断された場合に自動でブレーキを作動させるシステムです。これらの安全機能の進化は、ドライバーがより安心してロードスターを操作するための重要なシステムとなります。特に注目すべきは 8.8 インチのセンターディスプレイを介したマツダコネクトの進化です。このシステムにより車の状態を簡単にチェックできるだけでなく、事故があった際になんと自動で救急車の手配が可能となりました。新型ロードスターの魅力はこれだけではありません。マツダは運転の楽しさとスポーツカーとしてのロードスターの魅力を最大限に引き出すため、細部にわたる改良を施しました。エンジンの性能向上、ドライビング支援システムの改善、美しいデザインの追求など、これらすべてはマツダがロードスターに込める深い愛情と革新を目指す姿勢の証です。新型ロードスターは単に新しい車というだけではなく、ドライバーとの深い絆を育むためのマツダからの贈り物と言えるでしょう。気になる金額は、これまではロードスターの魅力と進化について深掘りしてきましたが、一番気になるのはやはり価格ではないでしょうか。新型ロードスターの価格帯について詳しく見ていきましょう。新型ロードスターはバリエーション豊富なラインナップを誇ります。基本モデルである S グレードは 2WD-6MT マニュアルトランスミッションで、価格は消費税込みで289万8500円からとなっています。より特別な装備を求める方には S スペシャルパッケージや S レザーパッケージ V セレクションがおすすめです。これらはそれぞれ308万7700円から355万3000円からとなっており、より豊かなドライビング体験を提供してくれます。さらにパフォーマンスを求める方には RS グレードがあり、こちらは 2WD-6MT で価格は367万9500円からとなっています。 RS グレードはよりスポーティーな走行性能をお楽しみいただける仕様です。そして最上級グレードのロードスター RF、RS を見てみると、こちらの車両価格は430万8700円からスタートします。さらにフルオプションを追加することで、ブレンボ製のブレーキセットや BBS 製の17インチ単造アルミホイールなどの高性能な装備を搭載した状態で、価格は約473万6380円になります。価格はグレードやオプションによって異なりますが、あなたにぴったりのロードスターを選ぶ楽しみもまたこの車の大きな魅力の一つですね。さあ、あなたはどのロードスターを選びますか？私は新型ロードスターについて、その革新性に驚かされたと感じました。皆さんの新型ロードスターに関する感想や意見をコメント欄で教えてくださいね。また、この動画が気に入ったら、
ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。 X と LINE でも情報を発信していますので、興味のある方は概要欄からチェックしてみてください。それでは今回の動画はここまでです。次回の動画でまたお会いしましょう。